チェンジエドブルガーを合わせます。ではお願いします。お願いします。爽やか。バイオリンあるだけでめちゃめちゃ優雅な楽屋やる。あんまないですね。初めてですね。おはようございます。おはようございます。寝れましたか？いや、寝たのか寝てないのかわからないありますけど、はい、何時ぐらいまでやってたんですか？何時までやってたんだろう。7時前じゃない？これやばで、10時集合でしたから今日。そうっすね。でもそんなもんでしょ、大体大体始まったらあっという間に終わりそうですね。いつもは昼のあたり、うんうんうん、うん、喫茶店行くか、パンがあればパン焼いてもらって、はい、お願いします。パン焼いてもらってパン食べる時間があって、はい、どうするでしょう。大体2時間ぐらいですかね。分かる。はい、開演12時、うん、1時間半すぐだ。じゃあ喫茶店はいけないえ、大丈夫ですか？今、正規はありませんか？だいぶ初披露になります。初披露になります、この正規のない顔。おはようございます。おはようございます。扇風機に囲まれてますけど、今ミーティングしますよな。扇風機とください。いや楽しいですね。いよいよ始まっちゃいますね。始まるね。でも早いんだろうね、始まったら。そうですね、一日なんであっという間で、まあ、今回はあの、ね、舞踊もさることながら、はい、昼のお芝居とかも二人でやるの初めてのお芝居なんで、ね、はい、ちょっと楽しみですね。あの、昨日ね、岩崎氏が言ってくれましたけ、ね、ど、はい、男と女で夫婦で、はい、一応設定2年暮らしてるんですよ、はい、出せるかな。がっつり夫婦ですからね、はい、ちょっとその愛欲は今までちょっとなかったのでいや言われて気づいて、はい、あ、なかったなと思って。目音感を面白いですよね、うん、どんな化学反応が起こるのか。ここの劇場もやっぱ久々ですか？一緒に立つのも2代目言ってましたけど17年ぶりぐらいじゃないですか。あら、思い出の場所なんですか？思い出の場所です。あの合同公演でね、劇団主役と橘劇団の合同公演でやってたんでしょう。まあ、2人で結構踊る時よくやるエドポルカっていう曲があるんですけど、はい、その曲の振り付けをしたのがここです。あら、ここで生まれた。ここで生まれた舞踊、ここで久々にやるという7年ぶりに、はい、縁ですね。縁ですね。嬉しいですね。いやいや、そういったあのことを噛み締めながら今日一日、はい、頑張るで楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。染まるはあなたの夢。
でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。離れて、離れて、離れて、折り返して、離れて、本当に思い切りして、何て言うの？多分みんなだ。シャワーしてますか？知ります？しない？知ります。シャワーしてます。シャワー、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 シャワいいですか、はい、何だか知らんけど変な記憶残ってて、ここのシャワーで初めて当時めちゃめちゃ流行ってたシャンプーリンスの椿っていう、ああ椿よ、を初めてここで使った記憶があって謎の思い出。邪魔になるならしょうがねえな。頭にハーッと来てるって。血が残ってんねん。血が残ってんねん。血が？血が？あ、何あんた怒ってんの？思ってんねん。何よ、なんかあったの？わしにもいろいろ悩みはあんねん。わかめちゃん聞いてあげるから。悩み話？お前が？そうよ。お前いつも喋ってばっかりやん。たまには聞くこともできるよ。平行が悩んでるんやったら、私しっかり聞く。お前、今日のお前なんか違うな。そんな暗い顔の平子は私見てないもん。お前がここまで言うやと真剣に聞いてくれるかも。真剣に聞く。なんだろう、頭変に話すわ。話してみ。なあ、実はな、うん、マジな、はい、お前はお前はノーモーはやらないでよ。お前昼下がりの主婦じゃないかそれ。主婦ちゃんと運動してんねん。よけつの酒を煽れば思い出す、せめて歌ってやろうか言うよ。ふるふる沈
繋がって、そしてこれから先もですね、僕ができることをやっていった上で、こういった風にまた皆さんと一緒に舞台の上に立てたらなというのが、まあ率直なというか、まあまあそれしかないんですけれども、そのためにですね、またこうして、大衆演劇の劇場に立つときは、またぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。前日から楽しみにしすぎて、ちょっと詰め込みすぎちゃってですね、本人にはちょっと大変な思いさせてしまったんですけど、結果オーライですかね。楽しめてよかったな。すごく17年前のなんか板の上を僕は感じましたね。いい公演でした。神戸新開地でやるのが15年ぶりぐらいとかだったから、なんかまあいわばなんでしょうね、皆さんのあれで言うと地元に15年ぶりに帰ったとか、そんな感覚なんですかね。で母校に行ってみた、なんか久しぶりに行ったみたいな感覚が近いと思うんですよ。そういった思い出に浸りたいなと思ってたんですけども、まあ覚えることもやることもたくさんありすぎて思い出に浸る暇もなく、夜の部でやっと、あ、なんかこの景色懐かしいなとか、やっぱりその過去公演した時よりもお客さんが多かったりとか、なんか今ね、あの時よりも少しは成長できてるのかなとか、あとやっぱこう久しぶりに一緒に舞台の上に立つ親戚の兄ちゃん姉ちゃんがいて、なんかすごくこうね懐かしかったし、やっぱすごいなって思いましたね。17年前はもう1ヶ月公演だったので、毎日もう寝起きを共にして1ヶ月のスパンずっと一緒にいるんで、2人のすごく思い出の曲とかもここでできたっていうのもあるので、エドポルカにしろ何にしろいろんな思い出は詰まっている劇場ではありますね。変な話ですけど、やっぱ同じ板の上に立つ者としてはやっぱり悔しかったり、それはありますよ。こんなことができるんだ、すごいなとかね。でもその中にこう忘れないね、僕のルーツですとかはっきり舞台で言える大地君のかっこよさだったり、何よりも舞台を大事にしてるのが伝わるし、それがなんかこっちも嬉しくあったり楽しくあったりするんで、なんかいろんな感情の中でやった一日でしたね。やっぱそこで生きてる人たちですからね。生きてるっていうのは結局もう本当に生活もしてるし、楽屋で寝てるし、本当にそこで生きてる人たちなんで、やっぱ そこの環境での舞台というのはやっぱ普通の舞台と全然違くて、まあ、自分もそこでやってきたルーツがものすごくあるから、なんか久しぶりに中からなんかもう全部が舞台になるというか、舞台でなんかもう満たされるというか、昔からあるその大衆演劇というものは大五郎さんたちが守ってくれている人たちがずっといるんで、より守ってくれてる人がいるからこそ僕たちはもっといろんなチャレンジを しなきゃなとも思ったし、やり方は違うけども、結局つながるポイントというか
帰る場所というか目指すべきところは僕は一緒だと思ってるので、すごい僕としても心強いですけどね、やっぱりこうちゃんと、ブレずにずっと守り続けてくれてるライバーさんがいるからこそ、なんか僕たちもそういうふうに頑張れるというか、すごく大きいと思います。さあ、よろしいでしょうか。それでは神戸新開地劇場応援にお願いします。